皆様こんばんは、まいまいです。今回はマインドウェーブさんの新作のフレークシール、女の子、いろんなテイストの女の子のフレークシールと、あと個人の作家さんから可愛いハンコを買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。ではまずはフレークシールから紹介していきます。こちらはね、最近発売になって、すごい海外っぽい、海外文具っぽい女の子シールで、すごい可愛いですよね。で、私はもうロフトに売ってると思うんですけど、ロフトには行かずに楽天で購入しました。全部で6種類あって、あと2種類あるんですけど、私はこの4種類を購入しました。で、こっちの2つが人気かなと思います。では1個ずつ見ていきましょう。可愛いね、可愛いですよね、可愛い。後で出しますが、全体像はこんな感じになってます。10デザイン40ピースということは、1柄につき4枚入ってるってことですね。ちょっと大人っぽい感じのトレンドの服を着た女の子って感じですかね。で、次はエヌイガール何だろう、ちょっとわかんないので調べときます後で。で、ちょっとなんだろう、アンニュイな感じ、アンニュイって書いてある、これアンニュイかな、のちょっと雰囲気のある、気だるげな感じの、色っぽい感じの女の子のシールになります。全然テイストが違いますよね、同じシリーズなのに。で、次がアンティークガールかな、かわいい。これはあれですね、全部女の子シールなんですけど、もうまさに子供の女の子、少女って感じの女の子のシールですね。これまたテイストが全然違って、めちゃめちゃ可愛い、ほんと海外ステッカーみたいな感じですね。で、全部大きめのシールなので、ノートに貼ったりしてもね、存在感がすごくあって、一気に可愛くなるんじゃないかと思います。で、これがレトロガール、確かにレトロっぽい。レトロガールはこんな感じになります。レトロガールはね、買おうか迷って、でもこの子可愛いなと思って買いました。では一つずつ開けていきたいと思います。まずはトレンドガールですね。なんか全身の女の子でもサイズが大小あったりして、いい感じにバランスが取りやすそうですよね。で、上半身だけのもあったり、ちょっと座ってるような感じのもあったりして、バラエティ豊かな感じですね。すごい可愛い。では次はアンニュイガールですね。大人っぽいデコに合いそう、雰囲気がありますね。この女の子とかどういうね、どういうシチュエーション、バラを持って佇むとか、私の人生ではなさそうな感じ。これはあるかもしれないこんな感じの雰囲気のある女の子になります。では次はアンティークガールになります。高さがない分、横に大きめなシールかなと思います。これは完全に海外の女の子ですね。さっきのは日本人の女の子かなって感じもしたんですけど、これは完全に海外勢ですね。めっちゃ可愛い、まだ使ってないので何とも言えないんですけど、使いやすいかはさておき、このシールが一番個人的には可愛いなと思います。では最後にレトロガールはこんな感じになります。これめっちゃ可愛いですね。ほっこりというか、なんか絵本っぽい感じの、すごい可愛いシール、可愛いイラスト、めっちゃ可愛い。で、やっぱり大きいのでいいですね。本当に主役になってくれるシールかなと思います。これもなんか開けてみるとすごい可愛い、予想以上に可愛かったです。はい、フレークシールはこんな感じです。で、私が購入したお店、楽天のお店を概要欄にリンクを貼っておくんですが、もしね、売り切れてたらごめんなさいよかったらぜひチェックしてみてください。では次に個人の作家さんから可愛いハンコを買ったので、こちらを開封していきたいと思います。可愛いラッピングしてくれている、めっちゃ可愛い。石石雑貨さんっていう
個人の作家さんから買いました。何この馬めっちゃ可愛い。もう開けるのがすでにもったいないぐらい可愛い。トレーシングペーパーに包まれています。めっちゃ可愛い。エンジョイは手帳タイム、ありがとうございます。可愛い。ほんとこういうイラスト描ける人すごいですよね、尊敬。では開けていきましょう。じゃ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 ーん。3個を1、2、3、4で3つあるので7個買いました。こんな感じのハンコになります。では開けていきましょう。はい、開封してみました。では大きいのから見ていく。このライン、楽譜のラインのハンコ、これ何の曲だろう。ラララシラドわからん。で次が3個セットのハンコ、これは YouTube の計画とか立てるのにいいかなと思って買いました。であと S サイズのハンコ3つ、クマさんがコーヒー持ってるやつと、鳥さんがお花持ってるやつと、白鳥さん、これね黒鳥もあって迷ったんですけど両方買えばよかったかな、白鳥さんを買いました。こんな感じです。で石石作家さんはインスタグラムで見つけた個人の作家さんになります。でこちらは先月予約販売していて1ヶ月ぐらい待って届きました。でも最近ね、私文具のポチリ戦争、先着順のオンライン競争に2回ぐらい負け続けて悲しい思いをしていたので、本当に受注生産はありがたいですよね、嬉しいなと思います。1ヶ月ぐらいね全然待つので、欲しい人が全員手に取れたらいいですよね。で石石作家さんに YouTube に紹介していいですかって聞いたら心よく OK してくださって、本当にお人柄も優しくて素敵な方です。で一応私のチャンネルが2000人以上視聴者さんがいてくださるので、まあ万が一ね2000人ほどの方から注文が入ったら大丈夫かなと思って確認したんですけど、まあそんなに影響力はないんですけど、一応お伺いしたところ YouTube に紹介して大丈夫ですよって言ってくださったので紹介しています。で石石雑貨さんは定期的に予約販売をされていて、4月は新作もあるということなので、概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味がある方はぜひチェックしてみてください。ではこちらを実際にノートに押してみたいと思います。ではハンコを押していきましょう。色模様のインクを使います。ちょっと最初なのでうまくつくかな、うまくインクが馴染んでるかちょっと心配ですが、押していきましょう。はい、押せました。かわいい、線がしっかり出ていいですね、かわいい。では次にクマさんを押していこうと思います。うん、かわいい、なんか喋らせたいですね音楽聴いてるクマさんって感じよし、ではどんどん押していきましょう。角にインクがついてしまいました。はい、一通りスタンプを押してみました。かわいい、線が程よく太いのでいい感じに目立つというか存在感があってとてもいいなと思います。で白鳥さんはこれね塗ってから押したんですけど、まあ、絶対に押してから周りを塗った方がいいですね、うん、これは学んだ。で白鳥さんだけちょっと角がついちゃって、スタンプ的にこっちの方にゴムが寄ってるので、なんかこういう風にこっちに力をね入れちゃいがちなので、ここは気をつけたいなと思います。かわいい、色塗ってもかわいい、めっちゃかわいい。この楽譜のスタンプは意味もなくいろんなところに押したいかわいさで、こっちがテレビとか動画のスタンプ、
サイズ感がめっちゃ可愛いんですよね。めっちゃちっちゃいの。こんな感じで、私は YouTube を撮るので、こんな感じでスケジュールとかに使っていこうかなと思います。スタンプについては以上になります。おまけもつけてくださってました。かわいい、ほっこりした感じのイラストが好きな方はぜひチェックしてみてください。はい、今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。かわいいシールとかハンコがたくさん買えてめちゃくちゃ幸せです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。